大河内と申します。ちょっと先に自己紹介のスライド、大河内大樹と申しまして、大樹ってよく大きい木って書かれるんですけど、最近諦めてるんですが実はこっちの字が正しい、よく安木という方で呼ばれるんですけど、この10月から文学研究科で、お世話になっていまして、専門は、今日お話しするヘーゲルが一番専門なんですけど、ヘーゲル中心としてヘーゲルと同時代の哲学であるとか、あるいは20世紀 そのハーバーマスとかホネットとか批判理論、今も生きているから21世紀もありますねとか、あとはこれもヘーゲルとの関係で最近アメリカ のプラグマティズム、分析哲学の中のプラグマティズムの中でヘーゲルを評価する人たちが出てきたので、そういうのをちょっと研究したりして、いろいろなんかなんだろうな、どっちかで模索してる感じなんですけど、で、タイトルヘーゲル、そうか、もう一つご紹介したのこのスライドはですね、このロゴはですね、私は一橋大学ってところにいたんですけど、一橋大学のある国立で、NPO 法人を立ち上げて、人文学、哲学だけじゃなくて文学とか歴史とか、あるいは美術史とかそういうのも含め、社会学とかも含めてそういうの市民向けに研究者を講師で呼んできて、講座を開講してっていうNPO をやってまして、それ、ちょっと時間ないのにちょっと脱線してちょっと恐縮なんですけど、それはその最近のこう高等教育政策の傾向としてこう人文社会科学についてあまりこう理解がないというか、なんていうんですか、人文社会科学にとってこう厳しいようなこう政策がどんどん出てくる中で、一回こうちょっと足元を見てじゃないですけども、きちんとやっぱり人文社会科学についてのこう理解を一般の方に持ってもらわないといけないんじゃないか。で、実際興味を持っている方っていうのはやっぱ市民の中にいっぱいいらして、でそういう方たちに学んでいただく機会を作るっていうことと、でそれと同時にもう一つこう若手研究者、特にそれもやっぱ人文系で若手研究者の状況が厳しいというのもありまして、で、若手の方たちにもこう講座を担当してもらって、大したお金は払えないんですけど、一応その、ちょっとした報酬と、あとは強力とまで言えるか分かんないんですけども、でも今どこの大学でもやっぱり一般向けっていうよりは、ですね、優しく、できるだけ優しくその学生に伝えるということがやっぱ要求されているってあると思うんで、そういう経験を積んでもらう場が あるといいんじゃないかというんで、4年ぐらい前に立ち上げて、東京でやってるんですけど、東京でやってるので京都では京都にいらっしゃる皆さんには直接なんていうか関わっていただく機会はないかもしれないんですけども、そういう活動をしたりもしています。そのロゴでした。で、ヘーゲル哲学入門というタイトルをちょっと大それたタイトルを今つけちゃったなって思っちゃったんですけど、とりあえず何でもできるように先にタイトルをお伝えしておこうという感じで決めてしまったんですけども、今日は簡単にちょっとヘーゲル紹介の話をして、ヘーゲルというと、弁証法っていうのが一つ、皆さん思い浮かぶタームかと思うんですけど、この弁証法ということ、ちょっと誤解されているところもあると思うので、ヘーゲルがどういう意味で弁証法という言葉を用いているのかというのを、ちょっと具体的にヘーゲルが、精神現象学という本の中で、主人と奴隷の弁証法と言われる箇所があるんですけど、その箇所でどういう形で彼 その弁証法を展開しているかというのを見ていただく形で、この弁証法というのを理解していただけたらなと思って用意してきました。で、ヘーゲルなんですけど、これ肝心の大人になってからのヘーゲルの顔写真持ってきてないかもしれないな、すいません進学校時代友人が書いたヘーゲルの字、
あだ名がじいさんだったらしいんですけど、ヘーゲルの、似顔絵と言わないですね、まあ、絵だけ持ってきて、肝心のヘーゲル の肖像を持ってこなかったんですけど、まあ、1770年に生まれて、で進学校に進むんですね。で、この進学校は数学と同じ学年にヘルダーリンがいて、5歳年下、シェリング5歳年下なんですけど、シェリングは神童すぎて、確か飛び級で2つ下ぐらいに入ってくるんですね。でそれで親しくしてたということで、フランス革命を、まあ、祝ったっていう話が、まあ、よく言及されるんですけども、まあ、最初は進学校に行って、なんかまあ牧師になるのが普通のルートだったんでしょうけども、まあ、ヘーゲルもシェリングも哲学者になることを選択していくわけです。でこれ、まあ、当時のドイツなんですけど、彼らがシュトゥットガルト、この辺ですかね。で学校型キュービンが、まあ、この辺、まあ、南西ドイツの方の出身になります。これ、まあちょうどそのナポレオンが進行するルートがこれ書いてあるんですけども、なのでヘーゲル生まれた頃よりもちょっと後ですけども、まあ、今のドイツでもこの辺ですよね。まだ統一国家がなかった時代で、ビュルテンブルク公国ってこの小さい国の生まれなんですけども、まあということになります。で、その後、まあ、これ当時一般的だったみたいなんですけど、まあ、家庭教師になって、で、先にその年下のシェリングが有名になるんですけども、シェリングに呼ばれてイエナ大学というところに勤めて、でそこでナポレオンが侵攻してきて、馬上の世界精神を見たっていう、よく言われるんですけども、ナポレオンをそこで目撃したと言われていて、これ今年イエナに行った時に向こうの先生に教えてもらったんですけど、ここでナポレオンを見たはずだって言ってましたそういう場所ですね。で、ちょっとあんま時間がないので、その、まあ、著書が1807年にやっと精神現象学っていう、まあ、一応出張になる本が出て、あ、そうか、イエナはここですね。で、ちょうどイエナの戦いで、プロイセンとナポレオンの戦闘がすぐ近くで、ちょうど精神現象学を書いてる頃にあって、精神現象学の装甲を持って逃げていたというような話も残っていたりします。で、まあ、結構遅咲きなんですけど、大学に、最初はギムナジウムの、要するに、まあ、大学に入るまあ、ための高校の校長をしたりしていたんですけども、1816年にハイデルベルク大学教授になって、まあ、その後ベルリン大学に行って、まあ、総長にもまでなって、まあ、ベルリン大学にいた頃にものすごく弟子ができたんで、その後ヘーゲル学派っていうのが、ヘーゲル以降まあ、右派と左派に分かれたりするわけですけども、その学派論を作っていくことになります。で、本当に急にコレラで61歳の時ですかね、に亡くなりました。で、これがヘーゲルの墓ですね。右がヘーゲルで、左が奥さんの墓になります。これ今ベルリンにあります。で、当時の、まあ、特にヘーゲルについて言われることなんですけど、まあ、ヘーゲルは、まあ、体系として哲学を展開したというふうに言われるんですけど、体系というのは、基本的に、まあ、正しい学問的な順序に沿って、きちんとした学問的な区分けに従って、で基本的には世界のすべてのことをそれで包括的に哲学的に説明するというような、まあ、哲学のあり方。これでもヘーゲルだけじゃなく、当時の人たちはみんな体系を目指したんですが、あ、そっか、ごめんなさい、順番が、よいしょ、基本的にこの3つの部門からなってます。ちょっとヘーゲルご存知の方は、大抵3つのものが出てくるというご存知かと思うんですけども、まあ、論理学、自然哲学、精神哲学、という 3つの部門があって、ちょっと1つずつはちょっとご説明しませんが、でそれの、まあ、ここ本来の体系というんですが、その導入のために精神現象学という本が、まあ、書かれたというふうに言われています。でちょっと順番が前後したのに、実は、
ヘーゲルがちゃんと生前に本として出したのはこの4冊だけで、まあ、それぞれ巻が3冊あったりとかもあるんですけど、で、実はエンチクロペディーと法の哲学っていうこの2つの本は教科書用に書かれたものなので、あのすごく圧縮された形で書いてあるんですね。でだから本当にヘーゲルは自分の体系ないし自分の哲学をなんていうんですかね、フルに展開したと考えられる精神現象学と大論理学しかなくて、だからさっきの体系で考えると自然哲学と精神哲学に当たるところって実は本人ちゃんと書いたものがこのエンチクロペディーというものの中に含まれているものしかないんです、ね、教科書に書かれたものでした。でヘーゲルの著作として知られている多くのもの、多分歴史哲学講義が一番、あこれ間違っている、世界史の哲学のこっちです歴史哲学講義は有名かと思うんですけども、あれはヘーゲルの講義を弟子たちが筆記していたものを死後出版したものなので、どこまでヘーゲルのオリジナルな哲学を反映しているかは疑わしいという人もいます。だから、まあ、体系の哲学者なので意外と体系を書き残してくれなかったということがあります、あこっちは正しく書いてありますね。あ一応ヘーゲルの顔ここにありました。有名なカラーの肖像もあるんですけど、で弁証法についてちょっと簡単に確認しておきたいと思うんですが、まあ、ヘーゲルといえば弁証法っていうふうに思われる方も多いと思うんですけど、そうかホワイトボードとかはないですね、まあ、ディアレクティークという言葉は弁証法なんですけど、よく言われるのが、正反があってそれをまとめて合になるんだっていうイメージでよく語られていると思うんですけど、実はこういう説明ヘーゲルしたことないですね。でヘーゲルは実は思われているほど弁証法という言葉を使わないです、自分のテキストの中で、まあ、大事なところ出てきたりするんですけども意外と使わないですね。で、この正反合点で後にヘーゲル批判した人が提示化して、これ正反合点プルートンが最初に言ったというふうに言われています。で正反合点、ヘーゲルは一言、まあ、一度も正反合という形で定式化したことはないんですね。で私はヘーゲルが弁証法という言葉を使うときにどういう意味で使っているかというのを、まあ、こういう意味で理解できるんじゃないかと思ってるんですけども、ちょっとすごい抽象的な言い回しになるんですが、あるものが自分それを徹底していくと反対のものになる、その反転の運動のことを弁証法と言ってるんだというふうに私は理解しています。で、だからあらかじめ正があってそれに反がぶつけられてっていうよりは、最初正として立てられたものを突き詰めていくと、まあ、それにあるものが存在するのは必ずそれと違うものがあるので、その関係において、まあ、徹底していくことになるわけですけども、でもそうするといつの間にか反対側のものになっているということが起こると。で、例として挙げたのもちょっと分かりづらいんですけど、一つ目はちょっと説明すると長くなるからやめておきますね。でこの二つ目を今日ちょっとお話しします。主人と奴隷の弁証法というのも今、まあ、あとちょっと有名かと思うんですが、すみません、それを前提としたお話になっちゃってるかもしれないですけども、まあ、精神現象学という著作の中で、哲学的な形でですね、主人と奴隷との関係を描いている箇所があって、本当にテキストとしては10ページぐらいのものなんですけども、で、まあ、その箇所が例えば後の、マルクス自身はそこについて直接論じたりやしてたかもしれないけど、そんなに論じてないと思うんですけども、でも、まあ、後のこう階級闘争をとして、まあ、マルクスを定式化するようなことにもつながる議論なんじゃないかというんで有名な箇所ですね。でその主人と奴隷の弁証法というのをヘーゲルはどういう形で展開しているかというのを見ていきます。だから、主人と奴隷が、まあ、まずどういう関係であるのかということと、じゃあその主人であること奴隷であることをそれぞれその突き詰めていくことによって、この主人と奴隷の関係が、まあ、反転するということになっていきます。でですね、あもうさっき言いましたけど、ヘーゲルのテキストの中でまあ一番議論されている箇所だと、まあ、
マルクス主義サイドからだけではなくて、まあ、20世紀 の, そのフランスの20世紀のフランスで平家の事業が進んで、ある意味フランスの戦後の思想って戦前に起こったヘーゲル事業の延長線上、あるいはその反発として、あのいわゆるポストモダンみたいなものが出てきたというふうに見ることもできるんですけど、その場合にも、まあ、あの影響を与えたのはこのシュネット・ドレル弁証法であったり、このまあ直前のところで欲望について議論したりするんですけど、まあ、あのそういう重要な箇所になります。あで精神現象学のこれちょっと全体を紹介できないんですけど、A に意識っていうのがあって、次に B に自己意識っていうのがあります。でだから結構最初の方なんですね。でその自己意識っていうところのまたその下の A で、まあ、主人と奴隷っていうあの箇所があって、そこで扱われています。これまあ実は主人と奴隷って訳されてますけども、支配と隷属って訳したことある性格かもしれません。でこの主人と奴隷との関係が、これこの辺からちょっとヘーゲルターンが出てきちゃって一つずつ説明していかなくちゃいけないんですけど、承認をめぐる闘争というものから生まれていきます。でその中で主人と奴隷の関係が反転するまでを描いています。でまあ階級闘争の原型じゃないかと言われたりもしましたが、そうじゃないという人も結構います。でまずちょっと承認という話なんですが、この承認あるいは承認論っていうのは実は現代、ものすごく議論されている、社会学なんかで議論されている、もしかしたらご専門の方いらっしゃるかもしれないですけど、議論で、で、まあ、ヘーゲル以前にもなくはないんですけど、まあ、基本的にはヘーゲルから出てきた議論だというふうに言われて考えられています。で、ちょっと定式化してみましたけど、他者によって、要するに他の人がいてその人が何々として認められるっていうことがその人のアイデンティティにとって本質的な意味を持つんだ。これは、例えばイギリスの政治思想を見ると個人がいるってことがあらかじめ想定されてるんですね。でその個人がいてその人特有の性格があって、でその人が何を望むかっていうことはその人が決定することであるということが前提されてるわけですけども、そもそも個人が成立するっていうことに他者との関係があるんじゃないかっていう議論なんですね。で、そこからまあ人がその自由を獲得して自立するためには 一回というか、ね、もっと言うとヘーゲル的には他者に依存してあることがイコールその人の自由であるというような思想なんですね。ここはちょっとあんまり今日たくさんお話しできないんですけども、まあ、そういう自由というのが、自由というのがその完全な何ですかね、依存とイコールであるというようなその逆説をヘーゲルは承認ということを描いています。で、その承認をめぐって、ここでこの場面に登場している自己意識って言われるんですけど、まあとりあえず人だと思ってください。で、人間が戦うんですけど、それは何か生き延びるためとか他の人から物を奪うためとかそういうことではなくて、その他者から承認を求めるために戦うんだというですね。でそれは承認をめぐる闘争っていうふうにまあ言われてますけども、その闘争を描いています。これはまあ例えばホッブズだったら社会が生じる前に、要するに自然状態においては万人の万人に対する闘争っていう状態があったんだって言いますけど、それは何で闘争するかっていうと、それぞれの個人が生き延びるためなわけです。でなんかある意味こう物質的な理由から闘争するわけですけども、そうじゃなくて承認っていう観念的なものを求めて闘争するんだっていうモデルを映画提示するんですね。で主人と奴隷というのはまさにこの承認をめぐる闘争から生じるんですけども、一方でその闘争の中で自分の命を危険にさらす用意のある意識の方が自立した意識であって主人だということに言われます。で他方で自分の命を本質的に自分に欠かせないものとみなして危険にさらすことができない意識の方が結局この闘争に負けてしまって、非自立的な意識だと言われます。でそれが奴隷になっていくわけです。だから、命を懸けて承認をめぐって闘争するわけですけども、そこで自分が自立した存在であることを示さなくちゃいけないんですけども、それはその闘争の中で自分の命を
かけられるかということに、よってその主人と奴隷の関係の非対称的な関係が生じるというふうに考えられているんですね。で、そうするとこの主人と奴隷の関係、承認をめぐって争ってたわけですけども、出来上がった関係というのは一方的な承認になる。だから、要するに主人は奴隷は主人を承認しなくちゃいけないわけですけど、主人は奴隷を承認しなくていいわけですね。あれもっと言うと人格として認めなくてもいいわけです。その人を大事なものだと思わなくていいわけです。で、それをまあヘーゲル的に表現をすると、奴隷が行うことは主人の行為そのものであると。奴隷が行うことっていうのは本来主人がやることを奴隷が要するに主人に命じられてやるわけですね。でなんだけど主人の行為は奴隷の行為ではないっていうような、まあ、一方的な承認の関係が、まあ、主人と奴隷の関係だということになります。で、ここで、まあ、これもちょっとヘーゲルの独自のこう、なんていうかな、記述の仕方なんですけども、3つのものの関係の中で捉えていきます。これもちょっと弁証法ポイントですけど、実はそれ自体は弁証法じゃないんですね。で、それをまあ推論という言い方をするんですけど、推論というのはあの論理学で三段論法のこと、要するに A、 A イコール B、 A は B である、で B は C であるから A は C である、導き出すのがあの本来の推論、三段論法なわけですけど、ヘーゲルは何か、そうか、三段論法によっては要するに B が2つのものの間をつなぐから、最初のものと最後のものがつながりますよね。で、そういうこう何かが間に入って両端にあるものをつなぐ関係というのをヘーゲルはいつも推論というんです。だから論理じゃなくてもあの推論という関係があるっていうふうにいろんなところで言います。で、この主人と奴隷の関係も、主人と奴隷って、まあ、2人なんですけど、そこに、まあ、物っていうのを、まあ、入れて2通りのこの推論関係があるっていうふうに言います。で、物が、主人と奴隷をつなぐ役目をしている推論と、奴隷が主人と物をつなぐ役目をしている推論と、この2つの関係が主人と奴隷の関係の中にあるといいます。で、いきなり物って言われてもそれは何なんだって話なんですけども、で、この1つ目の物が主人と奴隷をつなぐ推論関係では、ここで物って言われているのはさっき言ってた命です。要するに身体的な存在としてここで生き続けるということを、まあ、物、要するに私たちの身体の物体であるものなのでというふうに呼んでいます。で、奴隷は命というものにこだわったわけです。これを捨てられないわけです。これに依存してしまっているわけです。ここはだから依存しているわけですね。で、主人の方は、主人はこの命を捨てることができたので、この物に対して独立、自立しているし、ある意味その物を支配することができるんだというわけです。で、だから主人は奴隷によって本質的であるようなその物である命を否定することによって奴隷を支配することができる。だからこの一つ目の推論関係は、その主人と奴隷の関係がそもそもどうやって生じたのかということを説明する推論関係です。で、もう一つは、奴隷が間に挟まって物と関係する。で、この場合のものっていうのはもうちょっと一般的な意味でものだと思っていただいていいと思うんですけど、例えば奴隷が主人の食事を作るようなことを想像していただければいいと思うんですけど、要するにものとしてあるわけですよね。食べられるものっていうのは。で、主人はそのものに直接関係しないわけです。奴隷が食事を作るわけです。でもそれは主人の欲望を満たすために行うわけです。奴隷ではなくて主人の欲望を満たすために行う。で、でこの関係の結果、奴隷は労働、主人は奴隷にその労働を押し付けるということ。主人は労働はしない、奴隷だけが労働をして、でもその労働の成果は主人が享受するという関係になるわけです。で奴隷は物を加工するわけですけども、でもここにおいても奴隷は別に物を支配して否定することができるかというとそうではなくて、まあ、加工するだけだと。これドイツ語で労働するはアルバイテンと言いますけど、加工するはベアルバイテンっていう、まあ、ちょっと接頭辞がついてる、ドイツ語
の議論ちょっと恐縮ですけども、あの労働はするんだけど加工するだけでものを否定することはできないというふうに言います。で、に対して主人はそのものを、要するに奴隷が加工した形で主人に提供されるものを、まあ、欲望の対象として享受する、食い尽くすことができるわけ。何の、あのためらいもなくそれを完全に消費してしまうことができるよっていうわけです。で、ヘーゲルはこの2つの推論関係の中に、その奴隷が主人に対する自立性を確保していく、まあ、契機ってヘーゲル用語ですけど、まあ、要素があるというふうに言います。でそれは、まず一つは、奴隷と主人の関係、まああのまあ、一方的な承認関係ではあるんですけども、でも主人が主人であるためにはそれは奴隷がいないと主人になられないので、自立的な意識である主人の本質は実は奴隷の非自立的な意識の中にある。これは、まあ、ヘーゲル的な発想ですけども、2つのものが対立するものがあるときに、例えば A が B ではない A であるのは B ではないことでよってなので、実は B に依存しているというふうに考えます。この場合だから主人が奴隷でないことによって主人なんだけども、でもそれは要するに奴隷でないということを含み込んで主人。だから奴隷でないということを本質として持っている限りにおいて、本質は自分の本質を奴隷の側に持っているというふうに理解します。でだから奴隷がいないと主人は主人ではないわけです。でもう一つ、そのさっきのこの、物を挟んだ一つ目の推論関係の中で、要するに命はある意味主人に握られているわけなので、奴隷は恐怖を感じます。で恐怖っていうと、それがなんで自立性に つながるんだっていうことを疑問に思われるかもしれないんですが、まあ、まずこの関係において奴隷は自らの生存の条件は主人に依存している恐怖を経験するわけ で、ある意味その自分が否定される、徹底して否定されるという経験をするんだというわけです。でこれが主人にはないと、この自分が決定して否定されるっていう恐怖を感じるっていうこと、自分が一回こう否定されかき乱されるってことが、この、奴隷が、まあ、この後で言うその党をやって自己形成を遂げる重要な経験の一つだというふうに言います。でもう一つのこの、主人奴隷が挟まった、まあ、あの奴隷が間に挟まった、まああの物を奴隷が加工して主人に提供するという関係において、奴隷がやってることは奉仕なわけですけども、この奉仕も奴隷の意識の自己形成に役立つというふうに言います。奴隷は主人の欲望を満たすために労働を行うんですけど、労働というのは何をしているかっていうと、自分を外に一回出すことなわけです。何か物を作るときには自分の中にあるものを、自分の中にある例えばイメージを物質に与えて形作るということをするわけです。さっきはまあ食べ物の例で言いましたけど、例えば何だろう、主人が使う椅子を作るでもいいかもしれないですけども。何か物を作るっていう作業をするっていうことは、その物質に自分の中にあるものを出して形にするっていうことをするわけ。その自分を外に出すっていうことも、奴隷にとってのと、まあ、党や自己形成の重要な契機だというふうに言います。で、この恐怖と奉仕が合わさることによって、その自己否定と自己外化っていうものを経て、奴隷は主人よりも強い自立性を獲得するんだと。で、まあ、それをヘーゲルは、実はここでは言ってないんですけど、まあ、ヘーゲルがよく使う、まあ、党や、これ教養って訳されてもしますけども、まあ、ビルドンクって、形作る形成するっていう意味なんですけど、この党や形成を遂げるのは主人ではなくて奴隷の方だというふうに言うわけです。で、まあ、形成教養とも訳、あ、余計な巣が入って、すみません、慌てて作ったのに。で、でこの、まあ、ヘーゲルの考え方の背景には、要するに意識が、まあ、ちょっとこの成長って言葉を使いますけども、自分を否定するっていうことで、自分を自分ではないものに一回するっていうこと、まあ、それがちょっと今日お話できませんけども、マルクスなんかが言う阻害という議論にもちょっと関わってくるんですけども、それが必要だという考え方なんですね。だから自己否定外化を経た主体が自分を形成して高めていくことができるんだと。
で、これはまあ当時そのゲーテなんかが、まあ、教養小説という主人公が成長していく物語を書くわけですけども、ある意味精神現象学でもこれ最初にすごく素朴な意識が最後絶対値っていうのを到達する成長のストーリーなんですね。その中にこの主人と奴隷の話も挟まっているんですけど、だからこのあとこのストーリーに接続していくのは主人の方じゃなくて奴隷の方なんですね。で、あ、そう、もう時間までです。でちょっとまとめに入りたいと思うんですけど、だから、まあ、まずヘーゲルは人間にとって承認というものは重要だっていうことを言って、その承認をめぐって闘争をするんだと。で、そこから主人と奴隷の関係が出てきたわけですけども、その奴隷が奴隷としての在り方を徹底することによって実は主人よりも自立性を獲得することになると。だから反転をするわけですけど、実はでもこれ階級闘争でひっくり返るというようなものではない。いいんです。ひっくり返ったらまた奴隷が主人になるだけなので、そういうことではなくて自立性をどっちが獲得するかということが問題になっている。その意味で反転、最初主人が自立してたはずなんですけど奴隷が自立することになった。で、まあ、その最初にあるものが自分を徹底すると反転するということを弁証法だって申し上げましたけども、まあ、まさにその一つの例になっていると言えるわけです。でそこで、まあ、また現れているのはその自立性を獲得するときに投与して自分を否定するっていうことの重要性ですね。これ人文学の議論と絡めて面白いんですけど、当時、フンボルトがフンボルトがベルリン大学を組織するときにその基礎になる文章を作ったり書いたりしてるんですけど、フンボルトは新人文主義って言われていて、で彼らは古典語の教育をやれって言うんです。これ面白いんですけど、ちょっと実感がないですけど、当時も要するに若者にそんなラテン語とかギリシャ語とかやらせんじゃなくって実用的なことやらせろよっていう議論が教育学者たちがするんですね。今本当にやられてるようなことするんです。でその中でベルリン大学の、まあ、そこを作ったフンボルトは古典語教育が必要だと。でなんで古典語教育が必要かっていうと、それを通じて一回自分自身を否定するから、自分と馴染んだ言語を離れて、複雑な文法を持った言語を学ぶことによって自分ではないものを一回自分の中に取り込むことができる、あるいは自分を一回なんていうんですかね、解体することができるということを、まあいうわけです。それともちょっとつながってるんですけど、ちょっと時間がないので余計なこと言っちゃいましたが、で、まあ、奴隷が最後に自立性を獲得するんですけども、まあ、先ほど言いましたが新たな主人に別に奴隷がなるわけではないんですね。で、あともう一つ、これ承認はどこに行くんだって、ここで承認は結局相互的な対等な承認は成立しなくて、これはまだ精神現象が最初の方なので、あと400ページぐらい進まないと承認は相互承認と呼ばれるのが獲得されないんですけど、まあ、ちょっと今日はそこまでお話できないということで、すみません、ちょっと時間ギリギリになってしまったんですけど、ありがとうございました。それでは質問のある方どうぞよろしくお願いします。